サラちゃん本当に見てる、くるぶし。そうですケルケルブーンなってるブーンなってるくるちょもチャンネル、はい、くるちょもチャンネル、はい、久々の、久々というか、2人の、撮影でございますけど、ツーショットだぜあのうちの前なんでやめてもらっていいですか今日は大事なお知らせというか、はい、2つございまして、そうですね、はい、撮影日がですね8月30日、なんですが、先ほど、イデクルムシ第2子を、出産しました。俺じゃねえ俺ではないんだよ誕生しました、ありがとうございます。めちゃくちゃ言いたいよ、もう2児のパパですよ、そうですね、やばい、もう今の今生まれて、さっきやんな、そう、帰ってきたばっかなんで、もうね、まだちょっと目が腫れてるんですよ。いや、ほんまに俺もたまたまこっちに来てたタイミングでその連絡をもらったので、ちょっとこうやってね、寄っていくことができましたけど、いや、ありがとう、もうね、なんかあの恵まれてますね、運に。いや、そうだね俺たち本当にこの今動画まで僕は、うん、あのこの生まれたことに触れないで、うん、来たんですが、うん、今日初めて、うん、性別というか、お言っちゃう、はい、はい、第一子が男の子なんですが、第二子はですね、なんと男の子です。いやー、3本アルトバイエル大きいなくるちょもチャンネル賑やかになるね。そうですね、あのかなり大きくて、うん、第一子が3200だったんですが、うん、3600ぐらいで生まれて、ちょもちゃんぐらい、私は3890g で生まれておりますはい、大変だったね、お母さん ね、 本当にね、ということなんで、うん、これからもぜひ応援よろしくお願いします。はい、それに伴ってですね、はい、ちょっとくるちょもチャンネル、はい、これからの活動の仕方について、はい、変則的になるよっていうお知らせをしたりとか、そうですね、まあ、現在は、うん、水曜土曜の19時45分いくしこの時間に、うん、週に2本動画をアップしてたんですけれども、うん、まあ、ちょっと今後は不定期になるかなということで、そうですね、ちょっとそのくるちゃんがまあ第二子誕生して、うん、まあ、少し忙しくなるっていうのと、うん、でまあ、ちょうどあってもですね、ちょっとあのその今までよりも、うん、その映像だったり、の仕事とかがちょっと増えてきたので、うんうんうん、ちょっと結構今バタバタしてたんですけど、うん、まあ、それでもやろうとは思ってた矢先に、うん、まあ、少しちょっとあの体が異変を起こしてしまいまして、本当びっくりしましたそうなんですよね、で、まあ、病院の受付を済ませてすぐぐらいにくるちゃんに、まあ、ちょっと自分の心を落ち着かせたいっていうのもあって電話したんですけど、うん、まあ、ちょっとくるちゃんがすごいびっくりしてしまっていやすごい心配をかけてしまったので、いやいや全然全然、ね、やっぱその、うん、心と体の健康あってこその活動だなとは思いますので、ね、まあ、ちょっと無理しない範囲 で、 そうですね、でまた2人がちょっとバッていけるようになった時には、うん、またね、水道の育子で、そうですね、やっていけたらなと、はい、思っておりますので、まあ、ちょっとした充電期間というか、そうですね、うん、まあ、ただゼロじゃないんでね、うん、やれる時とか余裕を見つけては、うん、まあ、ショートとかになっちゃったりする時もあるとは思うんですけど、うん、不定期ってことは、うん、明日からいきなり毎日な1本ずつ上がる可能性もある、それもある今週めっちゃ上がるやんみたいな週もしかしたらあるかもしれないんでね、うん、まあちょっとね、あの今後はそういう感じ、うん、なので、うん、またね、あの出すときはまたクオリティの高い、はい、そうですね、高いものを出していきますので、うんうん、まあ、今後ともね、あのよろしくお願いしますということで、はい、ということで、今日は、これ急遽の動画なんですが、そうですね、本当は今日また違う動画が上がるはずだったんですけど、うん、はい、これになっちゃったので、うん、今日上がるはずだったのは土曜日、土曜日、そして、うん、プレミア配信、あ、なるほど、うん、はい、一応、水道の、定期的なやつは、今週の土曜日が、うん、最後になりますんで、土曜日のプレミア配信ですね、うん、皆さんぜひ遊びに来てください。最強の動画になっておりますいやー、頑張りましたくるちょもチャンネル、ということですね、今日は、くるちょもチャンネル、大切なお知らせ2つ、はい、お知らせしました、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとう。
昔のメキシコですわ。右乳だけ揉まして久々に聞きました